はい、えー、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、えっと、SEC カーボン株式会社の方を紹介していきたいと思います。 SEC カーボン、えっと、株式会社、えっと、名前の通りですね、炭素系アルミニウム、<laughs> 変な発音になった。炭素だとかアルミニウムの商品をですね、扱っている会社になっております。まあ、ただコロナの影響でですね、売上が大きく下がっていて、えっと、株価の方もですね、最近だとかなりえっと減少傾向になっております。ただですね、先週だけ見ると株価結構上がっていましたので、まあ、注目している投資家さんもいらっしゃるのかなと思って今回取り上げさせていただきました。まあ、実際に株価チャートなんですけども、 まあこれ5年分ですかね。5年で見ると2018年度がピークになっていまして、えー、そこから減少、株価は下がっていまして、直近1年のチャートで見るとわかるんですけども、先週だけですね、少し上がってます。まあ、1月に入ってから急に上がっている会社になってまして、5000円台、5300円台だったのが、まあ、7000円ぐらいまで一時的に上がったという形で、まあ、注目している人もいるのかなと思って、ちょっと今回紹介させていただきました。 はい、で実際ですね、SEC 株どんなことをしているのかといいますと、これ、新卒サイトの部分になるんですけども、新卒サイトの事業を知るっていう部分になってまして、私結構、あの見てますね、こういうところ、あのどんな製品取り扱っているのかなっていうのを分かりやすく紹介しているサイトが、あの新卒サイトだと思っていまして、まあ、上場企業、大体新卒サイトを作っているので、あのここら辺見ると結構分かりやすいので、おすすめです。はいでえっとまあ、取り扱っている まあどんなところに使われているかと言いますと、まあ、高速道路の鉄筋だとか、まあ、車のアルミホイール部分ですね。あとは、えっと、飛行機とか宇宙系の材料としても最近使われていたりだとか、あとリチウムイオンの二次電池にも使われてますね。あと塗料とかにも使われているという形で、まあ ここういうういいところに使われてまますすよというのがあります、まあ、ただ、コロナ禍という形で、えー、とどの製品もですねあの需要が落ち込んでいるので、まあ、高速道路は落ち込んでないのかな、まあ、その他の自動車道とか飛行機とかっていうのは落ち込んでいるので、ここら辺でですね売り上げとか減収になってますと、はいで。株価をもう一度見ていただきますと、まあ、株価のことは特にないのか、まあえー、と株価収益です。per とか4.85倍という形。 で、えっと、割安だったりだとか、まあ、EPS の、そうですね、一株当たりの順位益に比べると株価は割安ですよって言われていたりだとか、利回りもですね、3.6%あるって形で、まあ結構高配当な部類っていうのもありますので、高配当銘柄とかをですね、えー、よく買われている、保有されている投資家さんとかは買ったりしてるんじゃないかなって思ってます。で、私も、あの、高配当銘柄、 よく変わるんですけども、SEC カーブの方は変わらないですかね。そこら辺も含めて、ちょっと後ほど紹介させてください。という形でですね、直近の決算を見ていきたいと思います。2020年11月13日時点で出ている決算になってますね。次でるのが2021年2月の12日でしたので、まあ、ちょっとまだ間は空くので、えっと、間は空きますけども、まあ、11月13日時点の決算をちょっと元に説明させてください。 はいでえっと、連結の形成式ですね、PL 部分の方なんですけども、100億円という形で、昨年よりもマイナス42.8%減収になっております。ここは痛いんですね。営業利益の方もですね、二、えー、23億円という形で、こちらはマイナス71%の減益ですねここも痛いですね。 はい、で経常利益飛ばしまして、4半期利益につきましては1.7億円で、こちらもマイナス70%となっております。EPS ですね、昨年は第2クォーター時点で1398円あったものなんですけども、今期は428円という形で、まあ、大幅減益になっております。はい、ただ、財務の方はしっかりと安定しておりますね自己本比率90%という形に乗りましたので、えっと、財務的にはかなり安全な企業、あのー、安全ですね。はい で配当の状況なんですけども、300円から200円という形で、えっと、減配になっております。100円の減配ですね。ただ、e、EPS だけ見てみますと、通期だと541円の予想になってますので、まだ、えっと、配当成功自体は、えっと、50%を切っている形になってますね。まだ配当有力は十分あるのかなというのは、個人的には思っておりますで。通期の売上高予想につきましては、210億円。営業利益は31億円となっておりまして、純利益の方は22億円ですね。はい。 77%の現役なので、ここは痛いかなと思ってます。ただ、第2クォーター時点の実績見てみますと、えっと、これ倍にしても全然英雄履歴届くの、十分届く値ですよね。で、売上高の方も倍にして同じぐらいなので、まあ、通期の予想としては保守的かなと思ってます。で、一応こちらの会社は事前に、あの、昨年の第2クォーター時点のですね、 えっと、営業利益とかの決算の方も見たんですけども、下券返帳とかのビジネスではないので、えっと、十分保持的かなと思ってます。実際にこれがですね、2019年度のですね、第2クォーター時点の営業利益、あ決算発表になってまして、決算単身ですかね、になってまして、えっと、昨年の売上高に対して、まあ、大体倍長ち,ちょっといくぐらいという形で、これは同じですよね。で、営業利益の方も、 80億に対して、えっと、150億って形なので、まあ、大体倍したら届くって形なので、えっと、ここは下期返帳のビジネスではないので、まあ、今期はですね、それに比べると営業利益だけ見てみると、2倍しても十分届くって形で1.5倍程度になっていますので、まあ、ここら辺は、通、え、期、っと、の予想の方は十分、えっと、情報修正はあるのかなと個人的に思ってます。はい。ただですね、売上高の方を見ていきますと、 えっとまあ、主要な4製品、アルミニウム、腎、え、臓、ー、黒煙電極、特殊炭素製品、ファインパウダーおよびその他の、えー、炭素製品ですかね、まあ、これ塗装系だと思うんですけども、まあ、この4つもですね、えー、減収になっているので、ここも減収、減収、減収になってますので、えー、と市場自体は縮小している、まあ、コロナの影響で市場自体は縮小しているというのが、えー、実態となっております。 はい。まあ、PLBL の詳細は割愛しますね。キャッシュフローだけ見ていきたいと思います。これが有価証券報告書、4半期時点の有価証券報告書になっておりまして、もう同じく決算短信が出た2020年11月13日にです、ね、発表されたものになってますね。営業活動によるキャッシュフローを見ていきますと、まあ、利益の方が減っているので、ここはしょうがないにします、しょうがないとは思いますと。 で、えっと、累計だけ見てみますと、まあ、えっと、昨年よりも一応プラスではありますと。まあ、理由としまして、ここの棚卸資産とかがですね、昨年40億、46億マイナスあったんですけども、今期はプラスの1100万円ですかね、になっているので、ここら辺の、えっと、幅がですね、前年同期比と比べて大きかったので、一応プラスで着地はしていますと。まあ、ただ、投資活動によるキャッシュフローっていうのは、もう、えっと、減収、減益ながら、 有形固定資産の取得等はですねしっかりと行っているという形でマイナス幅は昨年に比べると大きくなっています。ただフリーキャッシュフローがこれ、営業活動におけるキャッシュフローとフリーキャッシュフローを足しあ投資活動によるキャッシュフローを足したものがフリーキャッシュフローなんですけども、ここら辺がマイナスになっているので、ここはですね昨年もマイナスになっているので、どれだけ改善させるかというのがあの直近の課題なのかなと思っています。やっぱりフリーキャッシュフローがないとまあ投資もより行いですないですし、配当とかも支払いができない。 形になるので、えー、っとここら辺はですね。しっかりと改善していく必要があるかなと思います。 財務活動のキャッシュフローの方もですね、えっ、ー、と、配当金の支払いとかありますので、えっ、ー、と、マイナスになっているという形になっていて、まあ、現金及び現金同等物の増金額がですね、昨年に比べると大きくマイナスになっていますので、12億円ですかね。まあ、えっ、ー、と、持っている残高を減らしながら投資を行ったりだとか、配当金をですね、やっているという形になるので、まあ、フリーキャッシュフローをいかに増やしていくの、行くっていうのが、いくこと、いくことが、 えー、SEC カーボンの、えーま、経営としての課題,課題というかですね、まあ、改善していくべきことなのかなというのを思っています。はい。最後にですね、ええっと、バフェットコートの方で、まあ、今までの SEC カーボンの業績の方を振り返っていきたいと思っています。まあ、指標だけ見るとですね、PR が12倍、まあ、直近だと4倍でしたっけ、まあ、?4 倍になっているので、えっと、PR の方はまあ、 割安といえば割安ですかね。ROE とかも18.6%という形になるので、まあ、自己資本を用いてから、まあ、しっかりと利益を出しているというのが伺えるかと思います。自己資本比率もいい数字で出てますし、利回りもですね、まあ、3%前後という形で高配当かなと思っています。まあ、ただですね、えーと、売上の方を見ていきますと、結構波がある会社になっていますので、まあ、景気とかに大きく左右されるというのがよくわかるのかなと思っております。はい。 で、直近だけ見ますと、あと、直近はまあ一気に下がってるんですけども、ごめんなさい、直近は見なくていいですね。えー、っと、直近先ほど決算タで見ましたので、えー、っと、e、EPS の方ですね、スイング見てみますと、まあ、ここも EPS 下がったりで、急に上がったりしてる部分もあるんですけども、ここら辺かなり波が大きいですね。財務的には非常に健全な会社ではあるんですけども、EPS とかはかなり非常に左右されている部分があるのかなと思います。やっぱりこの2019年度が EPS かなり上がっているので、うん まあ、えっと、株価の方もですね、2019年度に向けて非常に高く上がっているっていうのがありますと。ただですね、EPS の、えっと、2019年のピークにまた下がっているので、ここら辺が影響して、株価もしっかりと下がっているってなりますね。下がっている状態になっております。はい。で、EPS、よくよく見てみると、まあ大体10年前ぐらいもですね、 もう同じぐらいの EPS になっているので、株価もですね、適正な部分で言いますと、まあ、10年前の2011年ぐらいが適正なのかなというのは個人的に思っていまして、実際にその時の株価って4000円台で、今がですね、6790円という形になっているので、まあ、ちょっと過去と比較すると割高ではあるのかなと思ってます。が、まあ、PR としては割高ではないという形なので、ちょっと矛盾してますけどね。まあ、で、えっと 一応これが以上になりまして、最後まとめなんですけども、まあ、個人的には初めに買いたくないなっていうのを申し上げましたが、その理由としましては、まあ、PR 配当に回りの方はですね、まあ、高配当でかつ割安という形で、えっと、投資はできるのかなっていうのは思うんですけども、えっとまあ、市場の方がですね、かなりえっと縮小しているっていう部分がありますと。 でコロナの方もですね、たおそらくこれ一過性じゃなくても、1年、2年、3年という形のスパンで長く続くと思いますので、えっと、アルミニウム、まあ、あと脱炭素ですかね、まあ、ESG とかも考えますと、環境問題とかにも考えますと、やっぱりこの ESG だとか、えっと、コロナっていう影響で市場の方はどんどん縮小していくんじゃないのかなというのが個人的に思っている部分ですね。まあ、縮小するって明言はできないんですけども、長いスパンで見ると、やっぱりちょっと脱炭素を、 っていう動きがありますので、ここら辺は下がっていくんじゃないかなと思います。まあ、いかにそこら辺の環境問題とかもですね考慮してから生産していくの生産していくっていうのがポイントなのかなと思ってます。はい。まあ、なので、高配当銘柄ではあるものの他にも良い高配当銘柄はあるっていう形なので、まあ、ここじゃないところ、まあ、例えば私が保有しているところだと沖縄セルラー電話だとか、まあ、そこら辺もいい銘柄かと思いますので、まあ、 あまりリスクが高いこちらの銘柄には投資しなくてもいいんじゃないかなというのが個人的な思いです。はいまあ、今朝の方も少し悪いですので、まあ、ちょっと株価は上がってるんですけども、株価が上がっている要因としては、おそらく通期の予想が保守的だから、えー、情報修正があるという形で上がってるんじゃないかなと思ってます。まあ、ただ、長い目で見ますと、同じ EPS の株価を比較すると、まあ、大体4000円台だったので、まあ、ちょっとそれに比べると6000円は高いのかなというのが個人的な意見でございます。 はい、という形で少し長くなりましたが以上となります。最後まで見てくださりありがとうございました。